し、今日は何をしようかな。ま、やることは山積みだが。書く。ついにこの日がやってきた。我はワクワクしながらリムルが解放してくれるのを待つ。どこかに向かっておるようだが、それは始まりの場所であろう。途中ガビルが幹部に任命されて喜んでおったのだが、嬉しい気持ちでは我の方が上だと思ったね。嬉しそうですね、ベルドラ様。わかるか、イフリートよ。そりゃまあ、ベルドラ様のそわそわした態度を見れば誰にだってわかりますよ。まあな、わかっちゃうよな。だって我、ようやく忌々しい無限牢獄から解放されるのだよ。これほど喜ばしいこともあるまいて。外に出たら何をしようかな。リムルが魔王クレイマンとやらを叩くつもりみたいだし、我が行ってぶっ飛ばしてやるのも面白かろうて。ベルドラ様、忠告しておきますが。ん？何かな。絶対に勝手な真似はしない方がいいかと存じます。ほうほう。分かっていないようですので、はっきりと言って差し上げますが、思い込みで行動されると迷惑この上ないのです。妙に力強くイフリートが断言しよる。我がお主に迷惑をかけたことがあったか。ええ？ん？あ、いえ、ちょっと驚きのあまり絶句してしまいました。そうなのか。そんな不思議そうな顔をされても。って、もういいです。いろいろと言いたいことはありますが、私のことは置いておいてですね、今までのリムル様の行動を思い出してみてください。何かことを起こすにあたって必ず仲間の方々と相談していたでしょう。そうであったな。リムルは慎重だから常に気を配って。そこですよ、ベルドラ様。うん、今とても良いことに気づきましたね。そうか、我気づいちゃったか。やはりな、我ほど聡明だと常に何かしらの気づきがあるからな。続けるがよい。気分を良くした我はワクワクしながらイフリートの答えを待つ。つまりです、常に気を配る、これが大事なのですよ。なるほどな。我の言う通りということであったか。ええ、それでいいのでよく聞いてくださいね。よかろう。我ほどの気配りさんはリムルの配下にもおるまいよ。シオンなど話にならん。一度死んでもその本質は変わっておらぬようだし、ゴブタなど余計な発言で手痛い目に遭っておる。そんな失敗を我がするとは思えぬので、イフリートは心配しすぎというものだな。ゲルドは見どころがあるが奥ゆかしすぎる。寡黙なのは良いが、もっと自己主張してもいいと思うのだ。シュナは気配り満点だが力が足りぬ。ベニマルは全ての点でそこそこだが、まだまだリムルに頼りすぎておるように思うわけだよ。やはりリムルと並び立つのは我しかおるまいて。確かにベルドラ様はとてもお強い。うん。ですが目立つのです。まあな。褒めてませんよ。まあなではなくて、自重せねばならぬという話なのです。うん。もしかしてこっそりと魔王クレイマンをぶっ飛ばそうとか考えませんでしたか。考えておったけどダメだったか。そんなことは考えておらなんだよ。本当に。無論だとも、ここは押し切る。認めたら負けだと、そういう気がした。ならばいいのですが、
心してください。ベルドラ様がリムル様の友として立つならば、ベルドラ様が何かしでかした責任も全てリムル様のせいにされるということを。ありがた迷惑という言葉があるらしいのですが、良かれと思ってした行動でも相手にとっては迷惑になるという意味です。ベルドラ様の場合は力があるだけに、ことを起こす前に必ず相談する必要があるかと。なるほど。いいですね。リムル様から嫌われたら嫌でしょ。泣いちゃうよね。だったら迂闊な真似をせず、事前に是非を確認するよう徹底してください。慎重に、思慮深く、常に気を配るよう。約束ですよ。うん、分かった。我は力強くうなずき、イフリートと固く約束したのだった。そうしてその瞬間が訪れた。今出してやるよ、ベルドラ。リムルが呼ぶ声が聞こえた。我は高笑いでそれに応える。100年は覚悟していたのに、こんなにも早く世に出られるとはな。最強たる我が復活したからには、もう何の心配もいらぬのだ。これからの我にはリムルの役に立ってチヤホヤされる生活が待っておるはずであったのに。ゲセヌ、思っていたのと違った。もっとこう、ベルドラってすげえ的な感動の再会となるはずだったのに、リムルは実に平然としておったのだ。最初の一歩目からつまずいた気分である。リムルの生活を覗き見していたわけだが、それがバレるとまずいのは理解しておった。だからこそ完璧にごまかしつつ会話しておったのだが、どうにも会話が噛み合わぬ。だが我には切り札があるのだよ。これを教えてやればリムルも我を見直すに違いないのだ。これが能力の進化か。我のユニークスキル知りたがりがアルティメットスキルファウストになったぞ。我の飽くなき探求心が願う究極の真理に至る力だな。完璧である。ここぞという気を見計らい、我は練習しておいたセリフを口にしたのだ。ところが、はいはい、すごいすごい、すっごい軽く流されてしまったではないか。え、どういうこと？と、我が戸惑ったのも無理のない話であろうよ。だがな、そんなショッキングな出来事など吹き飛ばしてしまうような嬉しいプレゼントがもらえたのだ。我の肉体としてリムル自身の強化分身を用意してくれたのだよ。これがまた我の肉体として最適であった。魔素が似通っておるからか、とても馴染むのだ。これは多分だが、ずっとリムルの胃袋にいて魔素を流用し合っていたおかげであろうな。リムルと貸し借りした魔素が互いの体内を駆け巡っておるからか、拒絶反応が出なかったのだよ。思わぬ幸運などではなく、これも計算通りなのかな。あれ、返事がない。いつもならここで。ゼ、粒子の破棄に耐えられるように設計しておきました。的な反応があるのにって。そうであった。我は復活したのだから、リムルの剣能であるラファエルとのつながりもなくなっておるのだ。そして当然ながらここにイフリートはいない。それが寂しくもあり不安でもあった。慎重に、思慮深く、常に気を配る、それがイフリートとの約束であったわ。これからは我一人の力でリムルからの期待に応えねばなるまいて。我は不安を押し殺すようにリムルと軽口を叩き合う。そして早速リムルから頼まれた
容器のコントロールを練習し始めたのだ。今日は何をしようかな。まあ、やることは山積みだから。